んからのメッセージ、今日のテーマ引き続き家電でお届けしてまいりますよ。はい、来てます。はい、シャワーネーム台所でガサガサイン読みたん、裏を返せばガサミさん。ガサミさん、昨日さ、ご祝電っていうのはね、電報をいただいたのよね、リンカーの会場に。広いみたいだねって言ってね。ロアジルさんに着いたら、最初にさ、僕一番乗りだったじゃん、これだけの方が届いてるんですけどって届けられたところ、なんだろうって見たら、ガサミさんからちゃんと電報届いてて、紹介するそれ。読めない。これ、とっても面白いけど、放送したら、あ、そうね、そうだったね、内容的に、オンエアできない内容でしたね。そう、ありがとうね。言えるとしたら、お酒も提供されるというところで、ハメを外しすぎて、わけのわからないところが臨界して、ミュージックシャワーしないようにしてくださいとか、なんだなんだ書かれてますね。なんだなんだ書かれてますね。そう。ありがとう。さあ、そんなガサミさん。家電メッセージ。声変わりは2時間目と3時間目の間に終わったという皆さん、こんにちは。あんな早く終わるの？あっという間ね。中3から胸毛の自己主張が止まらない俺、カミングス。早いね。昨日は臨界でしたが、疲れは残っていませんか？僕は参加できなかったので、せめてお祝いでもと思い、放送できないメッセージを送らせていただきましたが、届いていたの。確信犯ですね。確信犯。はい、確信犯です。来年こそは参加したいと思います。さて家電、お二人はテレビの予約録画を忘れて出かけてしまい、電話で家族に頼んだりしたことありますか？絶対あるんじゃない？みんな。なあ、僕一人だから。あ、あれ一人じゃない、皆さんはあるはず。ひどい言い方ね、あんた。もっと他の言い方があるんじゃないの？何他の言い方？言い方ってあるでしょうかに。りんたろーさん以外はあるはず。もっとひどいよ、それ。なんで僕、名指しなの？違う言い方ある？お家に誰かがいる人。進めて。傷が深くなってきてるんだな。まだ実家暮らしだった頃、録画をお願いしようと家に電話したら、家には母親しかいない、うん、母親にリモコンの赤いボタンを押してと説明すると、ババアはババアだから、あんた今どこいるの？ユイノーよっていうババアだから、妹のユイノー。当日今飲みに行こうと思ってたんだけど、後輩誘ってっていう時にそれ電話かかってくるからね。しかも名古屋でありますっていう。今那覇ですけどっていう。そう、あのババアね。お母さん、ガサミさんの愛しいお母さんね。ババアは、ババアは怖いから、触らん、絶対触らんって言ってばっかり。何が怖いのかよくわからないですが、ババアはリモコン操作の機会は今でも触りません、しかしうちのババア、あれだけリモコンが怖いというくせに、この前携帯と間違えてテレビのリモコンを持って那覇まで買い物に行きました。いるんだ。最近の携帯そんな大きくないよね。しかももうスマホがね、スマホじゃないんだろうね。あ、そうだ、あ、そうか、ガラケーだったら開いた時同じぐらいの長さかもしれない、ね、そうだね。でも折りたたみ式でもないよね。お二人は操作が苦手な家電ってありますかって。だから電子レンジ、オーブンレンジ。電子レンジだね。あれわかんない、もう本当に温めしか押したことない。レンジとオーブンも使い分けたりとか、お水を入れたり、ね、僕さ、この間知ったんだけど、ワット数も変えられるでしょ、うん、知らなかったの。この間なんか誰かうち来た時にワット数変えて、へえこんなのできんのって言ったけど、なんどうやって変わるか自分では分からない。なんか冷凍食品かなんかのワット後ろ見て、これ何ワットで何分とかってちゃんとやって、あれパッとできる人いるのね。それはできるよ。できるの？できるよ。今度お願いしていい？教えて。教える教える。何をどうやったかもう全然分かんなくなっちゃって。本当？前結構そういうのビビりじゃないから触るタイプ。ああ、やって、あ、怖い怖いって言わないで。怖い怖い。ババアと違うの。お母さんと違うの。